桐山清澄は、将棋騎士。騎士番号は93。増田都市寺六段門下。奈良県下市町出身。棋聖、棋王のタイトルを獲得。竜王戦一組、通算七期。名人戦 A 級通算14期。5歳ぐらいの頃、遠大将棋を見て、将棋を覚える。1958年、七級で入門。旧制度の奨励会三段リーグ2964年。 前期から在籍、3期目に11勝1敗という、ズバ抜けた成績で、関西優勝をするが、中原誠との東西決戦で昇段を逃す。しかし、時期の1965年度後期で再び11勝1敗で1位となり、規定により東西決戦なしで4段昇段を果たす。順位戦では、第23期の C 級2組で11勝1敗。 第24期の C 級1組で10勝2敗、第27期の B 級2組で8勝2敗で、それぞれ昇級、そして、第29期の B 級1組で12勝1敗で1位の成績を収め、1975年4月に A 級8段となった、4段から8段までの昇段が、すべて順位戦の規定での昇段である。以降、期連続で A 級在籍。 1975年度、王座戦の決勝3番勝負で、中原誠を2から0で破り、帰戦初優勝。1976年度前期の帰省戦で、タイトル初挑戦。大山康春に1から3で破れ、ダッシュはならなかった。1976年度前期の早指し選手権戦で優勝。同期戦では、1983年度に2度目の優勝をしている。 1980年度の順位戦 A 級リーグにおいて7勝2敗で優勝し、1981年の名人戦の挑戦者となるが、中原との7番勝負は1から4で敗退。1983年度の第22期縦断戦でも、中原に挑戦したが、7番勝負は2から4で敗退。1982年度、第1回全日本プロトーナメントにおいて、 決勝3番勝負で、青の照市に2から1で勝利し、初代優勝者となる。1984年度、第10期期王戦5番勝負で、米長国を4冠王を3から1で破り、初のタイトル獲得。米長の衛星期王獲得を阻止した。翌年度、谷川康二に0から3で奪われる。1986年度から1987年度前半に、かけては、 大活躍する、第48期規制戦五番勝負で、またも、米永国夫からタイトルダッシュし、二度目のタイトル獲得。王座戦で、中原誠に挑戦。第49期規制戦で、南宝一の挑戦を3から1で退け、タイトル初防衛。さらに、第50期規制戦で、西村和義の挑戦を3から0のストレートで下し、規制3連覇。 1988年度第一期竜王戦で一組優勝。2007年8月9日公式戦通算900勝を達成した。史上9人目で59歳での達成は最年長記録。還暦を迎えて以降も各期戦において検討し、3組在位で迎えた50代最後の竜王戦では決勝戦まで勝ち進み、2組昇級を決めた。 2017年度の NHK 杯テレビ、将棋トーナメントの予選で1回戦で、井上啓太に2回戦で、小林健二に決勝で、増田裕二にそれぞれ勝利し、69歳にして本戦出場。これは、同年度同期戦の本戦出場者50人の中で、最高齢、1回戦で、飯島英二に敗れ、本戦勝利はならなかった。加藤ひ文ふみび、 森圭二が規定により引退した2017年度以降は、桐山が最高齢かつ、最古産、そして唯一の騎士番号2桁の現役騎士となっている。2018年3月末時点の公式戦、通算勝利は992勝で、通算1 0勝まで、あと8勝に迫るも、2018年度は、前年度から26連敗するほど大不振の年となり、 第77期順位戦 C 級2組で2つ目の高級点を期した第32期竜王戦5組昇級者決定戦で今雄介に勝利して連敗を止めたもののこの年度の公式戦勝利はこの一勝のみであった2019年度も公式戦で連敗続きとなり2020年1月16日に行われた第78期順位戦 C 級2組の対局で 高見大地に敗れ、0勝8敗で2局残して3つ目の高級点を、喫して、順位戦陥落となり、フリークラス規定によって2020年度以降に、開催される、公式戦の参加資格を失った、順位戦9回戦で、近藤正和に勝利して、通算994勝目を挙げたものの、この年度の公式戦勝利は、この一勝のみに終わり、2020年3月末時点で、 残る期戦は、第33期竜王戦5組、残留決定戦のみとなった。竜王戦のみ5組残留を条件に、次期の継続参加が可能であり、通算戦勝達成には残留決定戦に勝利した上で、次期竜王戦5組で、ランキング戦と昇級者決定戦で2敗する前に故障を上げる、必要があり、残留決定戦で敗れれば、全公式戦参加終了で引退となる。 竜王戦と順位戦のクラスは、衝撃士の在籍クラスを参照。ありがとうございます。